はい、皆さんこんにちは、さちねえです。本日は再生栽培ということで、スーパーで買ったあまおういちごを種から再生するという動画になります。そして後半部分では方向早生の2月の作業適用だったり追肥に関しての動画となります。はい、ということでこのような形でいちごの表面を剥ぎ取ってですね、数日乾燥させたものをキッチンペーパーを濡らして20粒以上ですね芽出ししました。そのうち3つだけがねかろうじて発芽しておりました。で、実はですね、本当に芽が出るとは思っていなかったので、種自体がもうすごく小さくて、まあ出ないだろうなと思っていたんですけれども、ちょうど私の出張中に発芽したみたいで、1ヶ月ぐらいいなかったんですね。その間に発芽していて、その間放置されたまんまで、私が発見した時はもうほぼ水もねカラカラになっていた状態で、かろうじて生きてた状態だったんですね。で、それをもうすぐにポットに植え替えまして、水をたっぷりとねあげて、そうするとまあ元気にねなんとか生き返りました。まあ冬の間だったのでそんなに大きくは成長していないんですけれども、少しずつではありますけれども、日に日に元気になっていって、少しだけ葉っぱがね大きくなりました。まあ、改めてね、植物の生命力の強さ、すごさっていうのをね感じました。はい、そして、まだまだですね、葉っぱは小さかったんですが、そして植え替え時期でもなかったんですけれども、一応プランターの方にね植え替えることにしました。で、こちらはですね、100均のちょっと小さめサイズのプランターなんですが、ここに、まあ、3つ、ちょっと大きくなったら少し狭くなるかなと思うんですが、とりあえず3つ一緒に植えてあげることにしました。で、一番下に軽石を引いて排水を良くしてですね、で培養土を入れまして、でたっぷりねお水を先に撒いた後に植え替えという感じになります。そしてまだまだ寒い時期ですので、寒さと乾燥から守るためにですね、藁を敷いております。で、これが2月中旬くらいなんですけれども、ここのところずっとあったかい日がね続いていたせいか、クラウンですかね、まあ新芽みたいな感じの新しい葉っぱがね芽吹いてきました。はい、これからどんどんね大きくなっていくんじゃないかと、期待をしておりますけれども、はい、頑張ってほしいと思います。そして後半部分がですね、去年から育てております方向早生の様子なんですが、これが12月ランナーの株をね植え付けた後の様子で、かなり葉っぱがね色づいて紅葉してきました。そして1月5日なんですけれども、花芽がねできてきてしまいまして、これは葉っぱの成長ですね、これからの成長に影響してきますので、一応摘果するようにします。で、4月以降ぐらいですかね、実がつくような時期になってきた時にはですね、花芽はそのまま残すようにしたいと思います。そしてこちらがだいぶ葉っぱの色が変わってきたので、摘葉をですねしていきたいと思います。で、こういう赤い葉っぱはまだ若干光合成もできると思いますので、一応枯れるまでね残しておきますけれども、こういったもう茶色に変わってきてしまっている、まあ、黄色茶色っぽいね葉っぱ、こういうのはもう葉っぱをね切った方がいいと思います。で、こちらの方の
下の方にはですね、結構茶色っぽい、これはもう完全に枯れておりますので、こういった葉っぱはもうすぐにね切った方がいいと思います。はい、じゃあ切っていきます。はい、で最終的に元気な葉っぱが7、8枚、まあ、8枚くらいですかね、残るような形でどんどん、まあ、古い葉っぱはねこういう感じで切っていければと思います。そして2月中旬くらいになるとですね、こういう感じでクラウンの中心部分のところからね、また新しく新芽がねどんどん出てきますので、これは誤って切ったり折ったりしないようにしてください。そして2月になりますと追肥時期ということで、私はこの有機肥料を使ってるんですが、越冬のために11月に1回、そして2月、3月に追肥を1回ずつ行うというふうに説明書には書いておりました。ですので2月今中旬くらいですけれども、プランターのちょうど中心部、株と株の間に1箇所入れていこうと思います。どのくらいですかね、 20〜30g でいいと思うんですけれども、はい、こちらの方に入れて土の中にね埋め込むような形で入れていきます。あまり株に近いとですね、肥料焼けを起こすということですので、なるべくちょっと離れた場所に入れるとよろしいかと思います。はい、株間にこの辺に少し穴を掘って入れていきます。そして3月以降ですね、葉の勢いがどんどん増してきて、たくさん葉っぱが出てくると思いますし、で4月から5月にかけてランナーもね伸びてくるとは思うんですけれども、収穫前のランナーはすべてカットしていってください。実がなるのにね栄養素がそっちに取られてしまうの でランナーは収穫が終わってまあ、秋ぐらいに伸びるものを育てていきます。はい、本日は以上となります。ご視聴どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。